船部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では137番目に置かれる。船字は水上運輸の乗り物である船を意味する。寛大以降は船字が広く用いられるようになり、船は小型のものだけを指すようになった。木をくり抜いて作った船の形にかたどる。その他、手記や手記の受け皿である番を意味する。 変貌の疫符としては船や船の工具、船の運航に関わることを示す。もっぱら左側の辺の位置に置かれ、左右構造を構成する。船部は、このような疫符を構成要素とする漢字を収める。なお、服や、賃など、船が変形して、ガツになったものは、ガツ部に収められている。会所では、囲いの内部の二角を、両方とも点とする。印刷書体においては、 後期時点は、囲い内部の二角を点と短い縦棒としている。日本も、常用漢字表内や座、表外字を問わず、後期時点体に従っている。縦棒は囲いを横に貫く横棒にくっついて、T 字型を作ることが多いが、デザイン差として短い縦棒を横角から離しているものも見受けられる。一方、中国の新字形、台湾の国字標準自体、 香港の常用ざ字形表は内部二角を両方とも点とする。船、ありがとうございます。